お知らせです。メルカリでオリジナル資料を販売しています。今回の動画のデータも収録しています。ぜひ、コメント欄のリンクを見てくださいね。では本題に入ります。今日は、2023年度の2月6日の上位大学の入試のポイントになります。この日は、上智の2つの学部と、立教大学の文系の1回目の入試、学習院の2つの学部の入試があります。また、成城大学と明治学院大学でも、たくさんの学部の入試があります。ポイントとしては、上智大学は、すべての学部で共通テストが必須になります。立教大学は、5回の日程から自由に選択できますが、この日に選択できる選択科目は、世界史と数学になります。学習院大学では、経済学部のコア入試と、法学部のクラス入試があります。クラス入試は定員が少なめになります。また、法学部のクラス入試は、ここ2年間、実施がありませんでしたが、久々の復活となります。ただ、定員が少ないですので、影響は限定的かと思います。この日の分散効果については、立教大学と上智大学については、微妙かと思います。立教大学の入試は、日程による、有利、不利はないとされています。この日は、上智大学で、総合グローバル学部と、外国語学部の入試がありますので、立教大学の異文化コミュニケーション学部を選択する受験生は、少ないと言えるかもしれませんね。だからといって、この日の異文化コミュニケーション学部か穴っぱというわけではありません。あくまで、5回の日程のトータルで調整がなされます。学習院大学の経済学部の加入試は、大きな分散効果が見込めるでしょう。この日は、立教大学の経済学部と経営学部も受験できますし、成城大学と明治学院大学でも、経済学部の入試があります。カワポン的には、大対空の穴場の一つとなります。では、それぞれの大学の直近の偏差値と倍率になります。偏差値は、真剣模試の2022年度の6月の数値になります。さて、上智大学では、2021年度に、すべてにおいて、倍率が空落しています。これは、2021年度より、すべての学部で、共通テストが必須になったことが原因です。2022年度は、倍率はあまり、回復はしていません。共通テストの難易度にも左右されます。2023年度に、共通テストが簡単になれば、倍率は上がるでしょう。数学は、2022年度は難しすぎましたので、簡単になることが予想されます。総合グローバル学部については、数学は選択できませんので、関係ありませんが、外国語学部は数学も選択できますので、その影響はあるかもしれません。いずれにせよ、外国語学部の英語以外の言語については、低倍率で推移すると思います。次に立教大学になります。ここは、2022年度の学部ごとの倍率をご紹介しておきます。5回の日程のトータルの倍率になります。異文化コミュニケーション学部、経営学部、現代心理学部の倍率が高くなります。経済学部が3倍を切っていました。また、コミュニティ福祉学部のスポーツウェルネス学科は、2023年度に学部として独立します。注目度は上がると思います。次に、学習院大学になります。経済学部の倍率は下落傾向にあります。2023年度は、多少反動があるかもしれませんが、倍率が高騰する可能性は少ないと思います。法学部のクラス入試は、久しぶりに復活します。学習院大学のクラス入試は、定員は少ないですが、倍率はそこまで高くならない傾向になります。積極的に狙ってもいいと思います。今日は以上になります。ありがとうございました。